こういうね、インスタレーション、こういうね、うん、作品と味覚をね、映らせ、映るっていうのは、反映させるっていうのがね、結構難しいんですよ。うん、これを今、このインスタレーションの、今日のインスタレーションの下でやると、うん、こういう味だよね。うん、この前ね、それこそ G20 のね、あの時はね、もっと苦く出した、うん。それはね、ここまで竹があってね、もっとね、なんかね、そやなね、なんか力強さが欲しかったんですよ。うん、で結構場所とかに出るかもしれないですね。そう。その時ね、ちょうどあの時はまだメイ首相でね、メイ首相のご主人がね、その辺は非常に感性豊かに評価してくださった。すごかったね。G20 の首脳の方々みんな、うん、首脳の奥さんの奥さんのファーストレディーで、ね、の会だったんですけどね、その言い出すの意味も分かっていただけた。そうだから分かる方もいらっしゃったっていうのがちょっと、ね、面白かったですね。非常に熱心に熱心でした、ね、質問されてましたね。本当にこのインスタレーションについても何か言われて、そうですね。やっぱり、うん、キノコだとかね、いろいろおっしゃってましたよ。形が。そう。すごくそういう意味では自分たちのこう、うん、なんていうかな、生活体験とこのインスタレーションをできるだけ合わそうっていう人と、自分たちの未経験な世界にこうイメージを持っていこうという人と、お客様がね、二手の感想が出てくる。一つには異文化体験と、一つは現代美術を鑑賞するという、そうしてるんです。多分ね、煎茶っていうもので言うと、こういう籠を使うっていうのは、幕末明治人にとっては、うん、そういう同じような異文化体験と経験があったんだという気がしますね。その当時に多分、日本人がそういう竹のいろんなものっていうのは、初めて見たんですよね。いわゆるその山山菜とみの籠とか、うん、ザルのようなザルのねとか、あるいはビクとかね、日用のもちろんものとしてのね、民芸、民芸という言い方が正しいかどうかわからないけれど、そういうものだったのが、少なくとも中国で編まれたものっていうのは、日本人にとったらやっぱり異文化だったんですよ。似て非なるものだったんだろうと思うんですね。その当時非常にもう現代アートがだったんじゃないかなと思うんですけど、すごくもう最先端のよくわからない、うん、でも思想がすごくあって、うん、空間を作るっていう、それにこう衝撃を受けたんじゃないかなと思うんですけど、でそういう感覚が血筋の中にね、G20 もそういう感じがあったんですよ。だそれ結構今でも伝わる、うん、これもね、茶碗が明末の1600年頃の第2世、聖火面に入ったら、いわゆる小染付ですよね。これもね、腰ネジっていうタイプですけど、腰ネジってこう下からやっぱりこうニュッとこうパワーも、これも気を合わせてると、このねじりが気の流れている。すごくこじつけだけれど、感じていただきたいもんですね。これに合うと思いません、押し売りしてるんですけど。いやでもこういう一つ一つの連なりといいますかね、なんかこう流れの連なりで形を作っていくっていうのは、このインスタレーションもその同じように作っていきますし、そういう楽しみ方だから、作品を作品として鑑賞するんではなくて、こういう異質なものと取り合わせることで違う魅力を持っていくっていうのが、日本人の多分こういう煎茶という楽しみ方、あるいは美術っていうものを血肉化してこう楽しんでいく一つの方策だったんだって気がしますね。
同じくあのこの新潮の中戸五郎の鈴なんですがね、二種の鈴をこう柵といいますかね、あの錯乱するの柵っていう、金辺に昔っていう、あのあたかも同じ金属のように見せるという、まあ増顔してるんですけどね。なんか不思議な、不思議な、不思議ですね。これも合いますね、こういうネジの。でしょ。意外に華やかが非常に、ね、木の木のすごく抽象的な概念なんだけど、こう木っていうものを造形化してくるときに、だからこれあの春斎さんはゲートっていう極めて具体的なイメージなんだけれど、実際に我々が見るとそういう具体性よりもむしろ作家は具体化したいんだけど、我々は逆に抽象化してるんだよっていう、そういう概念が、現代アートってすごくこう具体的に言いたがるんだけれど、逆に我々が使うときはその概念が造形化される面白さっていう、それよく感じますね。ですよね。まあ、表現できないのを、まあ、作家があの作品として出し、まあ、そうそうそう、だから逆にあのこの作品がゲートだっていうことが先に来ると、うん、私なんか失礼がすごくやりにくくなるんで、うん、あのその題名を一回外してこの作品だけの力を見ていくと、まあ、こんなものに合わせようかっていう、門で解釈して門のように作っちゃうと、それは、ね、面白くないな。でもこの作品はあの、うん、ゲートっていうタイトルなんですけど、うん、入り口から多分入ると、うん、どこがゲートなんだっていう、で上まで登るとなるほどっていうのがあるかもしれないんですけど、だからそのタイトルは具体的なものを使ってるんですけども、こう表現はなんか何がゲートなのみたいな、そういうところもこうあの作ってるんですけどね。ゲートも考えて抽象的だよね。そうですね。でこの門っていうのもなんかゲートって言ってしまうと入り口とか出口とか、なんかこう一つのお城に入る門とかいうイメージが強いんですけど、なんかこうその世界に入るときに知らない間にその門をくぐってたりとか、例えば竹をやる中で、まあ、煎茶もそうですけど、煎茶やっていつの間にかそれが自分がすごく自分のものになってるけども、いつじゃその門をくぐったんだろうっていうのは未来になって分かったりとか、なんかこう知らない間にその門の下をくぐっていたりとか、まあ、それが未来と過去とこう現在をつなげてたりとかっていう、そういうような抽象的なもんっていうゲートっていう中でね、あの漢文なんかだとあの門とは違うんだけど、玄関っていう、玄ってあの黒と黒っていうでしょ、あれ見えない、見えない関所だっていう、あのだから別名で東関と言うんですよ、あの透明の塔、見えない、俺はまさに見えてるんだけど見えない、ある木がね。それでね、そういう、じゃあ今のお話で比較的意図には近かったのかと思うんだけど、こういう祭祀でね、何か 天空をお祭りしたくなる。ちょうどね、これ今日使っている茶彫とかですよね、これあの、新潮の、まあ、おそらく後期っていうのは後期帝の最初のですね、あのだから1600年代の技巧用の茶彫で三遊曲と一般に言われているタイプなんですけどね、これにね彫り名がございましてね、これがね万玉寺というね、ちょっとご覧に入れますけどね、玉寺に玉の人を伴うという玉人を伴う、で玉人って何かって言いますね、よくあのいい加減に言うんですけどね、これ美人だって女性だって言うんですけど嘘なんです。玉人ってね、あの要するに聖人と一緒で徳の高い人、だから孔子様がここにいるよと、老子もいるよみたいな、玉人を伴う、この清
功労と孔子孟子と老子とみんなこう一緒にしようという、大層な仕掛けでございます。実際に玉人ってあれの中国で、鉱山文化でしたっけ、玉で作った人物像が玉人って書いてある。文字通り玉人がいます。その頃から玉に対して非常にあの、そうね、やっぱり永遠な美しさのような象徴。これだからね、一瞬思ったんですよ。この辺だとね、日本のもちろん湖畔あの虎の竹なんだけど、霊老なる玉と合わせてもいいなと、意外にこう合うんじゃないか。大体あの玉なんか持ってくるとね、負けるんですけどね、これだけこう木があれば合う気がしますね。面白いな。トラフもなんか玉の文様にも似てますよね。あ、そうですね。うん、色がないと。色と、これ今日使ってる。すごいいい色ですね。色ですね。明のあの童貞湖周辺の竹ではありますけど、まあ気候地区。気候地区ですね。田辺さんこういうのを作る。茶坊はあの私は今あまり作らないですけども、初代の竹雲斎はよく作りましたね、うん、これもねこのぐにゃっとした、でもこう成長なんかこう上へ行くパワーなんでしょう、うんうん、これも下に行くほどこう太くて、うん、あのこう曲がりが強くて、うん、上に行くとだんだんまっすぐになっていくっていう、非常に自然の面白さの竹ですね。それ竹の節はどこにあるんですか。これがどこの節。失礼します。これ自体が節ですね。この裏、これちょっと削ってますけど、この折半っていう裏にこういうものがあるんですけども、ここにあった跡ですね、それをこうくり抜いて茶壕にして面白いですね、うん、こんなにいい色にならないですけどね。ですね。この光沢もそうです。で、こちらは典型的な日本の竹で、同じタイプの日本版ですね。これはもう本当にこう竹雲斎のルーツのようなものですけども、ね、これは本当にもう日本人が作った。明治から大正とか昭和初めぐらいですかね。これまさに私今作品作る中でこのような技術とか考え方で作る、今も作ってますね。大きいの作る、はい、これですごく大きいものとか、こういう枝とかこのかがりとかですね、このまま技術を使って作ってますけども、非常に造形的にもちょっと似てますね、うん、面白い。竹という自然素材を使っていろいろなこう従来ないような感覚っていうのができてきて、それがこうパワフルに展開していくと、当然のようにこういう工芸ではない新しいその主張というよりも新しい造形っていうの当然出てきて叱る。そうですね。多分なんかこの木の入れ、木の出し方っていうのはすごく、これもただ竹に枝つけているだけなんですけども、これがいかにこうここに木が入るかっていう技術とか、こうそういう思いを持って作ってるんだと思うんです。だからすごくここ一つに世界を感じるようになると思うんですけども、その技術とか思想をそのままこういうことで習ってきた、学んできたものをインスタレーションに使ってるっていうのはありますね。なるほど。こういう煎茶で使われた技法とかっていうのを今こう活かしてると。